はいどうも、なおちんです。さあ今日はワンピースオデッセイやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあこれ発売は1月12日なんですけども、本日より体験版が開始されてますね。とりあえずやってみましょう。今回のワンピースは、RPG なんだよね。珍しいよね、ワンピースで。今まで大体アクションゲームだったんで、RPG っていうのはすごく珍しいですね。どこだ？ナミ、ゾロ、ブルック、俺の帽子。で、どうもフルボイスっぽいね。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。フルボイス嬉しいね。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけない。俺も一緒に行くぜ、ルフィ。フランキー合流。ナミたちいたか？いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ？ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか？ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。どう、なになに？なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しょうがねえ、俺もついて行ってやる。ウソップ合流。サンジ、いたか？ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。サンジ合流。この辺りには流れ着いていないような。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。映像綺麗ね。行きましょうルフィ。映像綺麗だわこれ。プレステ5だったらすごいだろうね。チョッパ発見。この辺かすかに波の匂いがするぞ。本当か、チョッパ。波の匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。いや、このね、オリジナルストーリーは嬉しい。嬉しいね。なんか変な猿だな。ルフィ、助けよう。助けに行けってことね。猛獣、あれ猛獣か。もうなんかでかいゴリラみたいなやつが回っていくと。あー、ここで、あ、なるほど、わかったわかった。よし、 OKOK、 これで移動ができるってことね。分かった分かった、分かりました分かりました。ナミさん、ゾロ、ゾロ。おお、ルフィ、みんなも一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。あとブルックだけいないの。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。喧嘩してる場合か。ボス、あ、次ゴリラだ、ゴリラだ。どんな感じなんだろう。ナミ、てめえクソゴリラ、今すぐナミさんから離れられ。
ボスだね。さっきのボスじゃなかった。で、雑魚も多いな。ナミの回復が優先よ。ありがとう。助かるわ。瀕死なの？ああ、アイテムだ。アイテムを使うと、うん、HP、TP 回復があると。使えないの？あ、こっち使えた。ナミスワーン、これ受け取って。いいね。お、守備力と根性ってなんだろうね。根性が上がった。いけるか。行動の切り替え。どのクルーから行動するのが良いかを判断し、ああなるほどね。敵に合わせていけばいいってこと？なるほど、こんな感じで帰れるのね。サンジは回復したのか。ナミナミナミ。あ、ちょっと待って、サンダーボルトテープすごくない？こっちもすごい。でもね、MP が全然ないから、サンダーボルトぐらいで行くか。自分の周りと、離れたところの周りも行けるみたいな感じで、あ、全体攻撃なの？サンダーボルト、全体攻撃だ。めちゃくちゃ強いじゃん。気を抜けなそうな相手ね。オッケー、うんうん、だいたい戦闘は分かってきた。オッケー。そうね。いや普通に攻撃してよくない？ MP 使わずにさ、ほらほらほら、あと2体で、ガトリングでゴムゴムのザコ倒せるでしょ。オッケー。で、あとはボスだけ。いや、大丈夫。全然勝てる。余裕だわ。あ、で、属性なんかを考えた方がいいのか。これは、ダメージがいまいちだから、赤に強いのは緑。な、ゾロだ。ゾロとサンジを交代。やっと俺の出番か。なるほどね。この三組をしっかりと制していくといい感じなんだな。いけ。二刀流、よい。ラショーマン。だいぶ与えるけども、出血、攻撃力も下がった。おお。状態異常って結構重要ね。おお、だいぶダメージ与えるね。ちょっと待って、ロビンの方がダメージは与えれそうな気がする。オチエンタフルールクロトママード。全体攻撃っぽい。お、気絶してるし、すごいね。でナミも攻撃しちゃえ。あ、でも MP がない。MP がねえな。あ、でも弱点あるね。弱点任せて。サンダーチャージ、ウィングアー。そこまでダメージ。あ、やっぱ弱点攻撃ってすごいんだね。倒せるか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカー。いけた。はい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 、戦闘なんか分かった分かった。ナミさん、はい、ということで体験版のワンピースオデッセイやってみました。まだ進めるみたいだね。今までのがチュートリアルみたいな感じで、まあ戦闘方法なんかを学びました。だいたい分かったかな。うん、まあワンピースの RPG ということで、これはかなり楽しくなりそうです。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。